あ、これ逆に裏取りいけるじゃん。オッケー。オッケー。ポン。あー、後ろって、あー、勝っちゃう、これも。なんかこれめちゃくちゃ弾数あるな。いいんすか、これ撃てて。強い！やばい！楽しい！はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。さあ、ということで、コールドウォーの、先行プレイやっていきたいと思うんですけど、今回コントロールですね、これコントロール。BO4 の時にあったコントロールが今作もあるみたいですね。これはワンチャン e スポーツルール、コントロール追加ありますよ。さあ、まだちょ、まあ、こっち防衛なんですけど、まあみんな B に来ちゃったな。みんな B に来ちゃったよ。まあ多分敵からしても B が近いと思うんで、こっちに来る確率は高いでしょう。さあ、この辺は見えませんね。まあ、こちら側は、制限時間以内に、まあ、A か B かの拠点を防衛して、まあ、ライフがね、一応、今26、27ってあるんですけど、まあ、敵を27回倒しても、勝ちと。今の死ぬの敵が一人 A に来てるね。ナイス。まあ、大体コントロールはね、一つの拠点は落ちるもんなんですよね。敵のリス地からかなり近いところにあるんで。まあ、A は落ちても仕方がない。B は落ちても仕方がないかなという感じ。フラグー、はいって。ポン！ポン行かない！行った。さすがにね。まあまあ、B は落ちるでしょう。ここ開くかな？ここ開かない。よいしょ。ダブルキル行きたい。おっ、あれ、なんか動いてない人いる。大丈夫かな。さあ、ここは敵が寄ってくるんじゃないかな、そろそろ。わあ、めっちゃ見てる。なんかね、このウジ、なんだろう。すっごい瞬どけされるんだよな。何なんだろう、何使ってんだろうな。カスタマイズ。お、敵チームもライフがないですね。あと、敵ももう復活できないので、あと3人 ?4 人か。4人倒したら終わりかな。お、センター勝手に出てるよ。いやー、そっちか。こちらがリードしている。さあ、攻め側ですね。シュッ、スタン当たらないけど来てるな。ポイってフラグ入れて、一旦ちょっと A アタックしてみたいよね。センターぶち抜いて、完璧な裏取り。複数ゾーンをダッシュする。どうだろう、どうなってるかな、これ。そこにいるのはずるい。とりあえず1ゲージ取っておいて。あ、これ逆に裏取りいけるじゃん。オッケー、オッケー。間違えた。違う。そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない。熱い、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 熱い。オッケー。UAV。間違えてるよ。ちょ、操作が、なんか、待って、あ、ウォーマシン出た。ウォーマシン、ウォーマシン。ウォーマシン来ましたよ。オッケー。つえー、おもしんつえー、ほい。あ、これ A 取っちゃいますよ。いいの。A 取っちゃっていい？敵なんか B 言ってんの、諦めて。A 取っちゃうよ、これ。A も取っちゃうよ。じゃ、ポン！え、ポン！ポン！あー、後ろって、あー、勝っちゃう、これも。なんかこれめちゃくちゃ弾数あるな。いいんすか、これ打てて。強い！やばい！楽しい！なんだこれ、強え。あははは
めちゃくちゃ強いマシーン。いやー、なんか6発どころじゃないよね。すごいたま、あの、ダンス打ってた気がするな。いや、ほんと MP5 のね、使用してる感じが、BO1 なんだよね、これ。ほんとに。懐かしいなぁ。さあ、今回は、守りの方なんですけども、まあ、ちょ、センター誰も行ってないから、センター行ってみるか。敵の RCXD。おいしょ。突っ込めるかな？さすがにこれはバレバレでしたね。まあちょっと空爆があるんで、やばかったらね B に落とそうかな。センター加点スタンしたね。多分この角にいるな。でここにフラグ入れて倒せん、当たるだけ当たったか。まあさすがに、お、でもナイス。多分もういないんじゃないこれ。ここにはいないね。時間がなくなるぞ。攻勢に出ろ。さあ、コントロール特有のリスキルタイムですよ。OK。で、ブラボ。戦域内に敵の RCXD。敵のリスチまで来たら、こうやってリスキルをして、いいね。めちゃくちゃもう MP5 か。BO1 なんだよなぁ、これ。あー、後ろ来ちゃった。最悪。うわぁ。しかし、ここで、空爆ですよね。取っておいた空爆ですよ、これ。はい。あれ？あれ？あ、違う。味方が呼んだのか。味方が先に空爆呼んだから僕のが当たってないっていう事件が起きてますね、これ。で、そこをカット。で、そこにいるの知ってるよ。ここにいるんでしょ？いいね、カット。で、で、こう裏取りして、敵のライフがない、もう。うわー、惜しい！わかってたんだよな。で、空爆を、落とす。ポン！はい、はい、ダブルキル！はい、処理。あー。いや、気持ちいいな、これは。いや、コントロール、嬉しいですね。ちょっと復活。BO4 の時のコントロール好きだったんで。これは、e スポーツルールで復活ありますよ。さあ、VIP エスコートをやっていきましょう。これは誰だ？あ、じゃあこれ、こっちは防衛だから。防衛だから、敵が、こう、脱出してくるのを防ぐという感じですね。さあ、今回は武器はね、あの、ストーナーっていう、BO1 の時にあった LMG なんですけど、敵がいない。ちょっと突っ込んで、思い切って行ってみましょうか。まあ、サーチと一緒でライフが死んだら終わりなんですけど、完璧な裏取り！危ない危ない危ない！隠す隠さず !OK! めちゃくちゃ雑な立ち回りでしたが、OK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 。あー、VIP になった。VIP の方が楽しいんだよな。おい、これ援護してくれ、援護してくれ。どっち行くんや。これどっち行くの？どっち行くのこれ。そう、援護してもらいましょう。僕はもうハンドガンとナイフしかないのでね、これね。いやー、ちょ、センターはまずいでしょ。どう考えても。で、VIP は多分 UAV がこれ使えるみたいだね。ちょっと外周の人についていこうか。これ武器拾えないのかな。こんなハンドガン一丁じゃな。ちょっとこっちからぐるっと回って。あー、まずそう！大丈夫か？あー、味方がやられてる！どうしよう。味方がやられていく。UAV 呼んであげよう、これで。今。で、詰めてきてるやつがおるぞ。大丈夫か？削った。やってくれたかな？ナイス。UAV アシスト入りました。で、2対5になってますね。僕と、味方1人しか。いやー、厳しい！ハンドガンじゃ無理だよ、これ。味方やられると厳しいな、さすがに。今いましたね。これ追いかけようか。味方も追いかけてくれてる。スタン入れて。
これ僕しかいないんで一体逃げましょうか。いいけど、あ、でも A 丸見えじゃん。 A は丸見え。うわー無理だった、くそめっちゃ撃ってくるやん。ちょっとね、見づらかった。敵はなんかいろいろ被って見づらかったで。ちょっと言い訳ですけど。ちょっと今回は攻めですね。SM 自体を改築していきましょう。うわー後ろから来た。うわ、最悪。早かったな。センターガラケだから。てか開けてるからあんな堂々と来ると思わなかったな。お、いた。オッケー、ナイス。ちょっとセンター突っ走ってみるか。どれぐらいいけるか試してみよう。お？完璧な裏取り。やばいやばいやばい。ええー、いすぎいすぎいすぎ、全員いるんだが。ナイスナイス、頑張れ頑張れ。ナイス全員角にいたんだけど、ちょっと何してるんですか、敵チーム。うわー、全員倒した。全員倒したかったな、今の。まさかこんないると思わなかった。さっき助けてくれたこの味方さんについていこうか。お、なんかさ、敵チームと同じことしてないうちだ。大丈夫か、これ。あそこ C、これ誰も裏見てないのは非常にまずいですね。あ、でもなんかこっちチーム強いのは突破してるんだけど、余裕で突破していってるんだけど、しかしこういう裏取りが大事になってくるんですね。あと3人フラグを奥に入れて、今いましたね。ああ、そう、伏せ打ちはあかんかった。で、裏取りが来てる。間に合うかな。オッケー。裏カット。あと1枚いる。左だ。しんちゃん？やってく！完璧！10キル3です。いや、これなかなかおもろいぞ。エスコートする側が、そうですね、どこ攻めるか、ちょっと楽しみ、楽しいんで。